なぜ闇を拒む？ふん、どうせ見てたんだろ。マレフィセントに言った通りさ。闇は君の武器になる。受け入れてもらわないと困るのだよ。どういう意味だ？逆らうのはやめて、闇を受け入れるのだ。そして再び我が手足となれ。やっぱりあんたか、アンセム。おお、驚かんのか。闇がどうこうって話ばかりだったからな。前みたいに俺を闇に引きずり込んで体を操るのが目的なんだろ。話が早い。やはり君は私の手足にふさわしい存在だ。では再びその身を。ふざけるな、二度目はない。私を倒せるとでも思ったのか。闇の力に頼っても空に勝てなかった弱い君ごときが。悪かったな、弱くて。弱い君には闇が必要だ。諦めろ。闇と私にひれ伏すがいい。誰が闇なんかに。君の力となるものはもはや闇しかないのだよ。そんなことはない。あ、その声は王様なのか。そうとも、リク、君は一人じゃない。信じるんだ。光は決して君を見捨てない。君が闇の底にいても光は届く。わかった。負けられないよな、闇なんかに。そんなちっぽけな光で我が闇に立ち向かえるものか。どうした、もう終わりか。今の君は闇と戦うことしか考えられないようだ。君自身の目で確かめてもらう。君の記憶から作ったカードだ。このカードから生まれる世界を進めば君も思い知るだろう。どんなに光を求めても闇から逃げられないことを。諦めるしかないことを。逃げる気なんて最初からない。よこせ。そのカードが作る世界で最後まで諦めなかったら俺の勝ちだ。そしてもう一つ。何をした？心に残っている闇を少しだけ強化しておいた。今さら闇の力に頼るか。使うかどうか選ぶのは君だ。待っているぞ、リク。君が諦めて
闇の力に身を委ねる時を狙う。挨拶の一言もなしですか、レクセウス。何が起きたのだ、ゼクシオン。説明してもらうぞ。こちらも挨拶抜きとは。嘆かわしい。機関の結束はどこへ行ったのでしょうね。貴様ナンバーシックスの分際で。よせ、ビクセン。話せ、ゼクシオン。何を感じた？匂いですよ。地底の最下層に二つの匂いを感じたのです。一人はマレフィセント。あの魔女は闇に取り込まれた。闇の世界から自力で戻るなどありえないことだ。最後までお聞きなさい。僕が感じたのはマレフィセントによく似た偽物の匂いです。残念ながらよく調べる前に偽物は消えてしまいました。もう一人に倒されて。何者だ？正体不明ですが、彼の匂いは我らの指導者に極めて近いのです。しかし同一人物ではない。実に興味深い。で、どうします？しばし見守るとしよう。さっきから何か？何の匂いだ？覚えがあるような。あ、そうか、闇の匂いか。闇の匂いがするなんて、俺は闇の手先か。大丈夫だよ、リク。王様！どうしたんだ？姿がかすれてる。この場所には僕の力はほんの少ししか届かないんだ。だから僕の願いを届けに来た。願い？ねえリク、闇の匂いがするからといって自分を捨ててはいけないよ。自分の中にある闇と戦うんだ。それは苦しい戦いになると思う。でも忘れないでほしい。どんなに深い闇の奥にだって必ず光があるんだ。闇の中の光か。僕と一緒に見たじゃないか、闇の扉の向こう、遥か彼方の優しい光。キングダムハーツの光が君を導いてくれる。諦めないで信じてほしい。僕は心から願ってる。わかった。やってみるよ。僕も君のところへ行く方法を探してみる。必ず行くよ。約束する。あ、幻なのか。でも、心ではしっかり握手できたじゃないか。僕たちはつながってるんだよ。
そうだな。Thank you.